てめえら補給班が任務を放棄したせいで余計に人が死んでんだぞ。どうしようもなかったんだよ。妖精じゃん。伏せろ。巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。これで脱出できる。行こう。巨人は僕らに興味を示さない。ひたすら目に入った巨人を殺してるんだ。今のうちに本部周辺の巨人を駆逐して敵場への撤退ルートを確保しよう。生存は絶望的だと思っていたのに光明が見えてきた。どんな困難な時でも諦めなければ道は開けるんだ。みんなが本部に集まれたのはダンのおかげだ。やっぱり指揮役に向いてるんだな。いつでやろう。これでひとまず本部周辺の安全は確保できたかな。こっちだ。レナ、あの巨人まるで怒ってるみてえだ。みんな、今がチャンスだ。補給が終わった人から敵場に撤退しよう。行ってやろう。救援要請確認、向かいます。誰か巨人を追い払ってくれないか。本部の近くに迎撃用の拠点を作りたいんだ。分かった、やってみるよ。終わりなんだよ。完璧だ。ありがとう、無事に拠点ができたよ。これでみんなの撤退も楽になるだろう。本部の守りを固めるため拠点を作りたいの。誰か手を貸してくれる？よし、僕らで援護しよう。相手する。拠点の準備ができたわ。これで撤退が楽になるはずよ。よかった、みんなにも知らせておくよ。ごめん、助かった。天才の俺としたことが。おい、誰か助けてくれ。せっかく補給が済んだんだ。俺だって巨人の一匹や二匹。あの巨人は一体何なんでしょうか。何って、貴公子だろ。ああいうやつもいるんだな。行ってやろう。フッ。
そいつの興味が僕らに向いたら困るだろ。刃は十分です。簡単にやられませんよ。ここまで来れば大丈夫だろう。壁に到着しました。もう安心ですよね。僕は他の仲間を壁上に誘導してくれ。君は本部の様子を確認してきてくれないか。さすがに力尽きたみてえだな。これをエレンがやったってことか。おい見ろ、これじゃ壁まで戻れねえぞ。道を開くしかねえ。アルミン、エレンの味方を頼む。そう。動かせそうにね。俺たちで巨人を何とかするぞ。頼んだ。分かったよ。エレン、しばらく意識は戻りそうにない。僕たちでエレンを守らなきゃ。何がどうなってくる。さあね、その質問には誰も答えられないと思うよ。してるの？もう世話の焼ける。ドライダー。よっ。
じゃ食われちまうぞ。あんなの自分で食え。な目にあった。もう私撤退するわ。ありがとね。おいおい、自分だけ逃げる気か。お前も兵士なら耐えるの確保に協力しろよ。やられちまう。まずい、巨人に襲われてるみたいだ。完璧だろ。よし、今ならエレンを壁まで運べそうだ。しかし、あいつに何が起こったんだ。みんな無事でよかった。エレンやミカサは、まさか。俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。もうダメだ。巨人に食われるまで戦わされ続けるくらいならいっそ今。やめろダズ、しっかりしろよ。お前だけじゃない、みんな恐怖と戦っているんだ。サシャを見ろ、急に巨人と戦ってもなお気高き兵士のままだ。お腹痛いんで負傷者にしてもらっていいですか。もうダメだ。あ、よせ。お前からも二人に何か言ってやってくれ。無理に決まってんだろ。そもそもお前なんでそんなに落ち着いてられんだよ。とにかく早まっちゃ。なんだ今の音、砲声か。悪く思うな。こりゃ、おいお前ら大丈夫か。エレン、これは分からん。だがこんなもん見せた後で中東兵団と会話できる自信は俺にはない。俺はここを離れる。どこに、どうやって。とりあえずどこでもいい。もう一度巨人になってからな。俺をかばったりなんかしなければお前らは命まで奪われない。ここからは単独で動こうと思う。エレン、私も行く。私が遅れても構う必要はない。ただし私が従う必要もない。待てよミカサ、考えはもう一つある。無茶を言うが、アルミンがもし俺が脅威じゃないってことを主張して
駐屯兵団を説得できると言うなら、俺はお前を信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほどどの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが？いろいろあっただろう。5年前なんかお前がハンネスさんを呼んでくれなかったら、俺もミカサも巨人に食われてた。アルミ、考えがあるなら私もそれを信じる。僕が勝手に思い込んでただけだ。自分は無力で走ってまといだと。必ず説得してみせる。二人は極力抵抗の意思がないことを示してくれ。止めれ！人類の敵ではありません！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります！敵でないというなら証拠を出せ！証拠は必要ありません！我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです！大勢の者が彼と巨人が戦う姿を見たはずです！周囲の巨人が彼に群がっていく姿も！巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。戻ろうぜ。次の作戦に備えねえと。